はい、格闘タクニュース、ゾウの雑白です。今回は中村凛也、LDH 首の真相は山本アーセンの〇〇が原因だったについてです。先日、中村凛也選手において衝撃的なニュースが入ってきました。選手としては理想的な練習環境や給料をもらっていた中村凛也選手ですが、LDH から急遽契約を解除されたのです。その文面からは、正直、両者納得しての解除ではなく、一方的なものを感じせる文面でした。喧嘩別れではないかとも憶測されていました。そんな中、ようやく中村凛也選手が MMA プラネットでインタビューを受けていました。僕的には、勝手に良いふうに考え、中村凛也選手は海外で練習をしたい、LDH 側は国内でプロモーションをしたいということでバッティングしていたのかと思っていたのですが、そうではなかったのです。まず現在 LDH から解除され、あまり収入がない中村凛也選手は埼玉の実家に戻り、そこから出稽古をしている状態で、インタビュー中では少し練習環境が悪く集中できてない状態が続いたとのことでした。そして衝撃的な内容だったのですが、なんと本心であればクレイジー B に移籍したいというものでした。さすがにクレイジー B にいきなり移籍すると揉めてしまうので、フリーとして活用しているとのことでした。ただクレイジー B は現在ジークンドーの洗脳から解けたヤッチ君やポク選手などが抜け、そこまでジムとして優秀なジムというわけではなく、逆に山本清六、七光、アーセンが平田樹ちゃんのコーチやセコンドを務めるなど、正直心細いジムと言えるでしょう。実は中村凛也選手と清六、七光、アーセンは幼馴染で、少しお兄ちゃんなのが中村凛也選手です。しかしそれだけで大事な練習環境を変えてしまうのはよくわかりません。そして清六、七光、アーセンは選手としても、セコンドとしても、コーチとしても五流で、言ってみれば、知る男優並みの価値しかありません。この知る男優のジムに移籍しようとしていたのが中村凛也選手です。真相は詳しくは話していませんでしたが、その一つとして、山本七光アーセンが最近格闘家ではなく少し笑い者にされている、それが悔しいというような内容でした。幼馴染である弟分の知る男優をもっと輝かせ、チョコボール向かいぐらいにしたいのが中村凛也選手かもしれません。しかも山本七光アーセンは前科があり、日本女子のスター候補であったエロテロリスト平手月ちゃんのセコンドとコーチになり、その後大量不良で1回休み、前回も計量で失敗し失格になりましたが、キャッチウェイトで試合をしました。せっかくの日本女子界のスター候補だったにもかかわらず、七光アーセンのおかげであまり成長もせず、ただただお騒がせカップル、セフレになってるだけです。そして今回また日本の至宝、中村凛也選手を、正欲七光アーセンが光を消そうとしています。このままでは UFC 王者を目指していた中村凛也選手も、七光アーセンに影響されて、中村すいませんになるかもしれません。以上となります。ご視聴ありがとうございました。日曜日のライブ配信は1時間遅く9時からとなりますので、よろしくお願いします。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。